はい、今活躍中のスペシャルな方をゲストにお招きいたしております。スペシャルチューブ、本日は名古屋のシャンソンといえばエルム、もうエルムで大活躍の芹澤翔子さんにお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。もうお美しい、いやもうありがとうございます。モデルをされてたってことですね、はい、かつて、かつて、はい、今はシャンソン歌手ということで、ね、はい、本当にもう華やかに今日もお越しいただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。まずちょっと早速なんですけども、はい、シャンソンを始められたきっかけみたいな。そうですね、私がまだ本当に子育て真っ最中の頃に、はい、お友達に、はい、あなたと同じモデルをやってる人が、はい、東京からシャンソンのライブに来るから、うんうん、見に行きましょうよって誘われて初めてエルムに行ったんです、はいはい、それがきっかけでした。あ、そうですか、はい、それまでは全然歌もやってないというか、歌は大好きだったんですけど、うん、習ったり歌ったことはなかったです。そうなんです、はい、まずは聞きに行かれた、はい、はい、それで、そして、うん、びっくり、なんて言うんでしょう、あ、私が知らないこの音楽の世界がまだこんなにやっぱりあるんだなって、うん、そしてすごくこう綺麗な曲、うん、文学的な曲とかすごく哲学的な曲とか非常に多くて、うん、すごく感銘を受けて、うん、衝撃を受けましたね、そうなんですか、はい、初めてということで、はい、まあ、それからだん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 こう、まあ、言い方ハマっていって今はもう歌手になられてるってことは、その間っていうのはどういう感じで。そうですね、はい、それ見に行った帰りに、はい、そのお友達に、はい、あ、私まあ、四十の手習いというか、うん、子育てが一段落したら、うん、ここで歌を習いたいなって、うん、シャンソン教室があるっていうのをこう見たので、うん、習いたいなって言ったら、うん、その帰り道にお友達が、うん、あなた絶対やりなさいよって、うん、いつも自分のこと後回しだから必ずやりなさいよって、うん、分かった分かった、じゃあね、発表会とか出たら応援に来てねって約束をしてたんですよ、うん、ああ、はい、そうなんですか、はい、まあ、よく女性ってね、まあ、子育てをする時っていうのはもう一生懸命子供、うん、でもそれちょっと手が離れた時何かふっとこうよくねこう寂し何かやりたいなっていう方って結構、そうなんですね、多いですよ、子離れできない人多いから、ね、私もそうなるなと思って、はいはい、でそこで何か自分の道をって言った時にちょうど出られたということですね。そうですね、はい、それもいろいろありまして、もう忘れていたんです実は、うんうん、いろいろでも、まあ、人生ね、うん、生きてるといろいろありますよね、そんな時にちょっと元気出さなきゃいけないなって、うん、家族でも元気出さなきゃいけないなって、うんうんうん、それで、あ、そうだ、私彼女に約束したなって、うん、そしてその彼女は実はですね、その間に病に倒れて、まあ、この世を去ってしまっていたんですね。そうなんですか。でも約束したからにはやろうと思って、そしてエルムの塔を叩いたというわけですね、はい、それでもう結構エルムにか、まあ、通われたというか、そういうっていうか、なんか習いに行って、習いたいんですけどって言ったら、うん、加藤さんがね、お対応してくださって、であなたなんかこうどうしてここ知ってるのって言うから、いやこういうふうで東京のモデルさんのお友達があって、じゃああなたもモデルなのって、あ、やってましたって、じゃあ人前に出るの平気だよねって言われて、や、出るのは平気ですとでも歌は歌ったことないです、歌なんてね大丈夫だよ、歌ってればうまくなる、そうなんですか、いやもうそれは加藤さんがもう芹澤さんを見てもうこれは絶対に大丈夫だったからそう言われたんですよ。そういろんな方には言いますよ、ね、でそしてエルムというところは、はい、その歌を習いながら、うん、まあ、前歌といって歌を勉強させていただく、うん、そういったちゃんとこうプログラムが用意されておりまして、はい、なのでそこでねシスターとして前歌を歌いながら歌を勉強すれば、うん、お稽古代もタダになるよって言われていや、タダなんてね主婦にとってはありがたい話じゃないですか、後で考えたらタダより高いものはやっぱりなかったなと思ったんですけれども、そうやってね、はい、まあ、エルムに習われてということなんですけど、はい、けどお子さんもお見えでご家族もお見えですよね、はい、そういう時ちょっと反対みたいなのはなかったんですか。なかったですね。なかった、すごい恵まれてますよね。はい、主人の母がね、一緒にいてくださった、くれてるので、子供たちの、ね、ことも見てくれて、すごくこう好き
きにやらせてもらえて本当にありがたいと思って、まあ、素敵なお母様ですね。じゃあねえ、そうなんだ。じゃあご家族のそういった、まあ、応援もあってっていう形の中で今こうされているということで、はい、今結構こう活動されていまして、そのちょっとお写真をちょっとお借りしましたので、はい、それをちょっと見ていただきましょうかね。はい、はい、あ、これがエルムのお店ですね、はいはい、ジグザグ吹き上げにございます、はいはい、そして、ここでいろいろなステージをされています、はい、今2階があのスタジオになってまして、はい、こうしてレコーディングとか生配信とかできるようになっておりまして、うん、私もここで生配信させてもらったりとかしています。あ、そうなんですね、はい、素敵な、ね、すごく素敵なスタジオで、はい、そうなんですね。じゃあ次、はい、はい、あの私たち毎年ですね、今もコロナ禍になってからはちょっと、うん、あの不可能なんですけれども、うん、フランスから必ずアーティストをシャンソン大使として招いておりまして、はい、加藤さんが招かれるんですけれども、はい、まあ、そういったあのフランスのアコーディオニストのミシェル・グラスコさんと、そしてバレリー・ミシュレイさんという歌い手さんとのコールのためにですね、はい、これもまたスタジオで歌わせて、ね、後ほど、はい、動画流させていただきます。で、彼女はですね、あの私が初めて CD を出した時 の、うん、あのシレーヌという曲を歌ったんですけれども、うん、実はこの、彼女の曲でして、そうして、あの私が、日本のプロモーションパートナーとして、うん、はい、あので会ってきてくれて、はい、そうです。あ、なるほど。これは日本ですか？これもエルムですね。あ、エルムなんですね、はい、来ていただいてるんですね、はい、ベルフィーヌ・ボランジェさんという、はい、非常にあのアンニュイなフランスでも人気のある俳優さんです。そうなんですね、はい、はい、続いて、あ、これがまたこれもね、あのシャンソン大使さんとの交流ですね、はい、ほとんども、うん、今日の写真はそういった、うん、そうですね、はい、あのフランスとの非常にね、つながりが強い、はい、あのお店です。これは弾き語りもされる、はい、そうなんです、うん、ライブでは、まあ、おぼつかないんですけれど、まあ、幼い頃からピアノを習ってたっていうこともあって、少し弾き語りもやってみようかなっていう状況ですね。いや、なかなか弾き語りは難しいですよね。難しいですね。ね、うん、でも素敵ね、あ、はい、これはそして今ですね、あの私と加藤さんと、そして、はい、あの南米のハープと呼ばれておりますアルパの奏者の牧野正則さん、この3人でユニットを組んで、はいはい、あのエトワール・シャルマントというユニットで今活動しております、うん、その牧野さんとのツーショットになります。はい、素晴らしいですよね。私もお聞きしたことがございます ね、 ね、ちょっとかなりも昔なんですけど、音が ね、 ね、素晴らしいです。はい、もう演奏も超一流の、ね、もう世界的な方なので、そうですよね、はい、日本の、ね、はい、中部地区にいらっしゃって、うん、まあ、いろんな方と、あれ、自分で、はい、そうなんです、アコーディオンも弾かれるんですか？はい、あの約2年半ぐらい前からアコーディオンをやってみようと思って、うん、子供の頃にあの小学校で小敵隊でアコーディオンをやってたの、やりたいなと思って、今アコーディオンも弾きながら、うん、歌いながら、うん、あ、もういろんなことにね、挑戦してみるんです、ね、これはもう本当にあのちょっと白い、なんかすごいおしゃれな場合、あのアコーディオンですね。そうです、白が欲しくてずっと探しててなかなかなかったんですけど、うん、まあ、アコーディオンの専門のお店が、うん、あの名古屋の昭和区にありまして、うん、そちらで、はい、あの白いアコーディオンあるよって、なんか素敵ですね、はい、中古ですけど、ね、ね、こういうライブがね、はい、いっぱいこうエルムでね、そうです、毎月2回エルムで、ね、はい、そうですね、はい、これは、これは、そう、音楽プラザで、うん、あのコロナの前はこうして私たち、はい、あの無料音楽コンサートを、あのさせてもらっておりました。そうですね、はい、あの、まあ、平和気球といった意味もありますし、うんうんうん、世界の音楽といったこと、ね、金山の音楽プラザでずっとね、はい、されてるってことで、本当にこれ無料ライブでね、そうなんです、ね、そういったことでね、チャンスを広げるのを本当にね、はい、貢献していただいてるっていう、本当に加藤さんなんですけれどもね、はい、はい、あ、これはライブですね。そうです、はい、あの私のライブ情報を、うん、宣伝をさせていただきたいなと思って、はい、今日は、はい、はい、しました、7月ですね、12日の火曜日、うん、そして27日の、水曜日に、この時は牧野正則さん、アルパの奏者の方に入っていただいて、はい、あの加藤さんの伴奏で、はい、そして8月11日の火曜、あ、これは木曜日ですね、ごめんなさい、木曜日もあのアルパの牧野さんに入っていただいて、うん、あのやります。そして8月24日ですね、この日はあのバイオリニストの高橋聖さんをお迎えして、うん、まあ、はい、加藤さん、聖さんにも来ていただきました。あ、そうですか、で、はい、ね、もう、はい、あの聖さんの音色が大好き、本当バイオリン大好きで、はい、お願いして入っていただきます。あ、はい、素晴らしいライブが
ね、はい、控えておりますけれども、ぜひお楽しみいただけると思います、ね、ますますご活躍を、ね、していただきたいなというふうに思いますけど、ね、やっぱりね、女性としてもね、こう本当に輝いてる女性にお会いするのが本当嬉しいし、いやもう平松さんこそ大先輩で輝きの先輩なので、ね、いやいやそんなことないんですけど、背中を合わせていただきたいなと思っております、はい、本当にね、ありがとうございますね。まあ、そういう中で、あ、そうだ、シャンソンっていうのはね、先ほど加藤さんがこう本当にこう物語語るようにっていうふうに言われたので、はいはい、まあ、いろんな歌になる中、やっぱシャンソンっていうのがこう、これはって言ったのはやっぱりその物語だからことなこそなんですか、シャンソン。そうですね、うん、やっぱり本当にドラマチックな物語性の、うん、あるものが多いですし、うん、哲学的なものですとか、うん、あとは本当に世情を反映したようなやっぱり平和を求める曲、うん、非常に多いですよ ね、うん、この後、はい、まあ、動画なんですけれども、はい、先ほどのこうスタジオで収録された、はい、イスラエルの子守歌、はい、っていうのを、まあ、ここではなくてそちらで収録されたしっかりとした音源のもと、これは動画で、ね、見せていただくことになりますけど、なんでこのイスラエルの子守歌というかシャンソンではないんですよね。そうです、シャンソンではないんですけれども、うん、どういった歌ですか。はい、そうですね、まあ、こういった世情ですし、うん、やっぱり世界中に同じような思いをしている、うん、お母さんたちがいるっていうことと、うんうん、この歌のまあ、内容はですね、うん、夫を戦争で亡くした若い母親が、うん、まあ、それでも子供の命を守るために戦火を逃れて国を追われて暮らしているわけですけれども、うん、まあ、けなげな日々の中で幼い息子に語って聞かせる子守歌なんですね、うんうん、はい、それはもう本当に思いを込めて、ね、シーザーさんが歌われているっていう、どんな思いでね、うん、皆さんいるのかなっていう、やっぱり今こういうね時ですのでありますよね、うんうん、そうですね、うん、まあ、それは本当にあえて、スタジオで収録された動画を皆さんにご覧いただくことになり、はい、それからその後ですね、はい、今日はなんと生で、はい、加藤さんの伴奏、星座さんのお歌でですね、ライブを聴かせていただけるということで、ドキドキ、なかなかね、そんな機会がないですし、まあ、こちらの3階にですね、ストリートピアノということで、はい、グランドピアノを3月からね置かせていただいて、だからこそまあできるということなんですけれども、まあ、このストリートピアノですね、普段はこう置いてありますので、午後1時から、5時までですね、一般の方来ていただいて自由に弾けるようにしてございますの で、またお仲間を含めてですね、はい、ぜひぜひまた、うん、ご存じない方に、ね、そうですね、はい、うん、教えていただいてですね、ぜひ弾きに来ていただければいいかなというピアノをご用意しました、ね、弾きたい方多いですよね、はい、そうですね、うん、そのピアノを使いましてということで、はい、ありがとうございます。今日は曲目がラ・ポエム、これどういう曲？ラ・ボエムというのは、うん、シャンソンの父と呼ばれている世界的アーティスト、はい、シャルル・アズナブールさんの代表曲、うん、まあ、青春三部作の中の一つですが、ラ・ボエムというのはこう、放浪者という意味なんですけれども、うん、まあ、若い、画家を目指した若者と、うん、そしてその恋人の、うん、曲っていうか、それを懐かしんだ、その頃を懐かしんだ曲、なんか本当に物語ということなんですね、はい、そうですね、じゃあモンバルトルが舞台になっている、はいはい、そしてもう一曲はホテルノルマンディ、はい、このホテルノルマンディ、非常にフランスではヒットした曲です、はい、それは加藤さんが日本に紹介するということで、訳詞をつけられて、そして作者の方が、はい、加藤さんの曲を、はい、訳詞を日本語訳詞として認めますと言った、はい、経緯がある曲 で、はい、なんか素晴らしい、はい、そんな曲を生でね聴かせていただくことになっているんですけれども、はい、このスペシャルチューブなんですけれども、うん、次回はですね7月3日ということなんですけれども、はい、なんとまたスペシャルチューブのお客様女性です。そうですか、はい、地元で映画を作り続けて10年、はい、女性映画監督、石丸みどりさんをお迎えします。ぜひお楽しみにしていただきたいと思いますけれども、はい、それではお歌の準備をお願いします、はい、皆様には、最初、イスラエルの子守歌の動画を見ていただき、その後、生のライブをご覧いただくことになっております。それではよろしくお願いします。セマチエさんは私の憧れの先輩です。
その瀬間さんからこのドレスを譲り受けた時、私は生涯歌い続ける覚悟を決めました。前若い頃の思い出話をさせて、モンマルトルの二人の部屋、窓辺のリラとみすぼらしい家具しかない屋根裏のアトリエ、パンを分け合い体を寄せ合い暮らしていたラボエム、ラボエム、それで幸せでした。ラボエム、ラボエム、心だけは満たされていたから。街角のカフェで友達と夢を語り合うだけ、食事もできない毎日でした。そんな惨めな暮らしの中でも未来は輝いていた。冬の寒さを忘れさせる暖炉のように、ラボエム、ラボエム、美しい青春の日々、ラボエム、ラボエム、誰もが自分を信じて、裸の私をキャンバスに沈めて、熱にうなされるように幾
度も書き直した。いつの間にか夜が明ければキャフェオレで乾杯。疲れも知らず何もかも忘れて愛してくれたラボエム、ラボエム。私の部屋を訪ねてみて過去を語るものは何一つなく、壁の色も住む人の声も全て変わり、ノンマルトルは寂しげでリラの花も枯れていた。ラボエム、ラボエム、ひたむき生きていた。ラボエム、ラボエム、消え去ったあの青春。私たちは砂の上、秋風がそよぎ、二人の過去が過ぎてゆく。子供が遊ぶ浜辺、にわかに空は曇り、年老いた犬と過去を私は抱きしめる。美しい夜明けとあなたが囁いた言葉だけが残る。ホテルの満員デビッドボーイを夢見て、ロックギターとピアノで愛の歌を作ったホテルのマンデー。あなたと二人ならきっと夢が叶う。プラティナディスクもリムジンも栄光も、だからあの日のように夜明けまで歩きましょう。けれど時は戻らず虚しさが募る。美しい夜明けとあなたが囁いた言葉だけが残る。ホテルのマンディデビッドボーイを夢見て、ロックギターとピアノで愛の歌を作ったホテルのマンディ。あなたが囁いた言葉だけが残る。ホテルのマンディデビッドボーイを夢見て、ロックギターとピアノで愛の歌を作ったホテルのマンディ。美しい夜明けと美しい思い出、かすかに残るホテルのマンディ。通り過ぎた日々、帰るはずのないあなたと青春の夢。ホテルノルマンディ。ありがとうございました。加藤さん、今日もありがとうございました。
それでは今日のスペシャルチューブこれにて終わらせていただきます。それではまた4月3日にお会いしたいと思います。さよなら。すごいことなんだって。